これから忍び神シナリオエヴァにだけは乗らんでくださいよ、を始めます。プレイヤーの皆さんは自己紹介をどうぞ。あ、じゃあ、オルガ、オルタ、サイジマコウガ、カムイだよ。ええ？このシナリオはエヴァンゲリオン新劇場版級を映画館で見た6年前の記憶を掘り起こして作りました。私も見たの昔すぎて思い出せない。じゃあ導入、皆さんはどこにでもいる普通の怒り神事です。もうこの時点でおかしいんだけど、俺は、あの時撃たれ、一体なんだこの顔が。皆さんは昏睡状態になっていましたが、最近目覚めました。詳しくはヤブをチェックしてください。姑息な宣伝を。しかし皆さんは怒り神事なので何も説明されず、ミサトさんに集められます。おっとこれは全員集まってるか？弱点忍ばずの効果で全員俺の居所をゲットだ。赤いジャケットを着ているからな。皆さんは、旧のネルフの敵対組織の名前ってなんだっけ？覚えてません。ブレだ。あ、言い忘れてましたが、このセッションでヘア PC のことを怒り神事と呼称します。皆さんは怒り神事1、怒り神事2、って感じです。めんどくせえ。普通に PC1 でいいだろ。皆さんはミサトさんから昏睡している間に何があったかいろいろ説明してもらえる期待しましたが、一般的な怒り神事たる皆さんには説明はされませんでした。皆さんは怒り神事なので当然でしょう。というわけで怒り神事1の人から自己紹介でもどうぞ。怒り神事1のアーチャー、オルガ、いつか、オルタだ。まあよろしく頼むぞぜ。何かやるべきことがあるはずだからな。皆さんの使命は全員共通して、エヴァに乗ること、です。ま、俺専用のエヴァがあるからな。乗らないまま終わりそう。怒り神事に、冴島甲賀だ。よろしく、はい。奴はライダーのサーバント。怒り神事さん、カムイだよ。よろしくねー。ふざけたことすと、殺しちゃうぞ。そんなキャラだったのか。こんなキャラだったんだよ。前回はカムイロールプレイできなかったから今回はしてくよ。流派はバヨネットじゃなくてレンゲ王剣になってるよ。皆さんはまるで状況が飲み込めませんが、とりあえずエヴァに乗りに行こうとします。しかしそこに一人の少女が現れます。鈴原当時妹、です。彼女はあなたたちに向かってこう言います。買ってもいいですけど、エヴァにだけは乗らんでくださいよ。エヴァに乗っちゃいけねえのか。どうしてだ。皆さんはその言葉に心を揺さぶられ、エヴァには乗らない方がいいのかなと思います。素直ですね。ここでエニグマが公開されます。おお、エニグマあるのか。鈴原さくらの偽装、買ってもいいですけど、エヴァにだけは乗らんでくださいよ。しかしエヴァに乗らないと目的は遂行できません。しかし乗るなと言われているので乗れない。どうしたものかと頭を抱えていると、するとどこからかピアノの音が聞こえてきます。皆さんが音のする方に行くと、一人の少年がピアノを弾いています。あ、ズラ。ズラじゃないかオルだよ。まあ、中の人同じだけどさ。そんなことよりようこそシンジ君たち、ピアノ弾いてくかい。もうその言葉がおかしい。なんだよシンジ君たちって。指名公開します。渚カオルの指名、美少年。主人公より人気がある。主人公より人気あるの？シンジ君人気ねえからな。哀れ。あと NPC として他に、綾波レイ、と、四季波、アスカ、ラングレイ、がいます。四季波、アスカ、ラングレイの指名、ツンデレ、綾波レイの指名、かわいい。適当すぎる、まあ、合ってる。シンジ君、ロンギヌスの槍を知ってるかい？ロンギヌスの槍？なんだそれは。それを使うと槍直せることができるんだよ、槍だけにね。面白くねえ。それは俺が最も欲しているもの。ロンギヌスの槍のハンドアウトが公開されます。NPC 多いな。ロンギヌスの槍の指名、リリスに刺さっている。エヴァ詳しくないからわからんが、冴島はこの時点でわかってたりするのか。いや、キャラはわかるけどさ、明らかに絶対関係ないだろ、これ。というわけで4サイクル。ニアサードインパクトが起きた後なので、デジマシーン用を使います。デジマシーン用か。次回接続。はい、1サイクル目ですよ。じゃあ一番最初に行くか。ロンギヌスの槍の秘密を調べます。シーン用。薄汚い路地裏。黒い犬が何かを貪っている。あなたが現れると黒犬は去るが、そこに残されていたものとは、ロンギヌスの槍が残されていますね。黒犬に貪られてたの。きっと骨っこと間違えたんでしょう。これがロンギヌスの槍か。そうだぞ、これがロンギヌスの槍だぞ。喋るの。どうもリリスです。刺さってて苦しくない？いやー、昔から刺さってるから慣れたよ。慣れた、しょうがないな。じゃあ俺が抜いてやるよ。え？抜いていいのか。骨法術で思いっきり引っ張れば抜ける技さ。成功、引き抜けたよ。戻しといて。戻すの。とりあえず秘密渡します。ロンギヌスの槍の秘密、この秘密の所持しており、クライマックスフェーズで勝者となった場合ロンギヌスの槍を抜くことができる。抜いた場合、フォースインパクトが起こり世界は崩壊する。でも PC たちは怒り神事である前に忍びなので別にロストしたりしない。ははは。
戻しといて。うん、世の中には知らない方が良いこともあるんだね。そうだね。シーン終了。じゃあ次行こう。冴島と感情を結びたい。シーンに出てくれるか。いいよ。言ったな、出島シーン用だぞ。暗い酒場、バーテンが無言でグラスを磨き続けている。あなたの他に客はいないが。来たか、ライダー。ライダーでいいのか。馬乗るからライダーでいいよ。カムイはなんだろ、バーサーカーなあ、この世界をどう思うライダー。わけがわからないぞ。起きたらいつの間にか怒り神事になっているだなんて。ああ、俺も困っている。こういう時はうまいものでも食って元気を出さないといけないな。長老術で感情を結ぶ。成功。共感でいいや。同じく。まあ、互いに情報を共有しながら頑張ろうじゃないか。団長、車の準備ができました。ライドが出てきたので目を発動。成功、ライドが目になった。団長、おっと、この光景はやばい。この状況を打破するためにはライド、お前がもっと強くならねばならない。俺が死んだ後も生きていけるようにな。共同。成功、ライドに排水を共同したぞ。さて、外に出るか。ここからのイベントは南やってるからスキップしよう。スキップします。止まるんじゃねえぞ。じゃあ最後進路。落書きだらけのホテル。妹だけエニグマなんだっけ。そうですよ。よう、面の声の人。やあ、シンジ君 B、 僕と一緒にピアノを弾きに来たのかい。そうだな、体操術でピアノを演奏しよう。成功。君は渚薫の秘密。実は怒りシンジたちには秘密裏に爆弾が仕掛けられている。この秘密を獲得した PC はカオル君が解除してくれる。受け渡し、共有デモ化。解除してない PC はクライマックスフェーズ開始時に爆発し、1D6 のダメージを受ける。ああ、それね、泣くところじゃん。なるほどね、ファインプレイじゃん。あと初めて知ったが、おはこっちのおなのか。そうだよ、それは知ってた。じゃあまたね、カオル君。次は別の楽器でやろう。じゃあ僕はオカリナでやろう。これがあんたらの、やり方かー。オカリナ違いだね。じゃあ僕はジャンベでも叩こうかな。またマイナーなの。じゃあ2サイクル目です。一番最初に行きたい。俺も行きたい。ダイスバトルだ。2、1。なんだこいつら。アーチャーの秘密を調べようかな。2回調べられるぞ。俺は有名だからな。進路は、あ、12。トライジン。あなたの目の前にトライジンが現れた。トライジンはあなたに興味を持ち、襲いかかってくる。このシーンの登場人物は刀術で判定を行う。成功したら、撃退し、好きな人数を一つ獲得する。失敗したら、接近戦3ダメを受ける。3点、これすげえあれやりたいんだよな。まずカムイがミスる。危ねえカムイ。そして自分も襲われて6点食らう。ここに刀がある。それでガン。刀、そんなもの、目標値6。成功。では好きな人数をどうぞ。じゃあ、人数ガンで。で、オルガは登場してるの。特に求められてないから出る気はない。出島だし。さて、どうするか。直感に従って獲物を探そうか。千里眼の術で、成功したらたまたまアーチャーが見つかります。居所、秘密。俺クラスになると見るだけで秘密がわかるから。ホームズか何か。成功。アーチャーの秘密、実はあなたは本物の怒り神事だ。長い眠りから目覚めたら、なんかよくわからないけど怒り神事がたくさんいた。もうこんな世界は嫌だ。誰も説明してくれないし。あなたの本当の使命はこの世界を滅ぼすことだ。まあわかりきったことだろ。はいはいはい、めんどくさいね。ま、秘密も調べたけどもう少しいろいろ探ってから仕掛けようかな。シーン終了。ふむ。じゃあ鈴原を調べようか。立ち並ぶ廃墟。エバミだけは乗らんでくださいよ。エバミだけは乗らんでくださいよ。なんだこの声は。意味がわからねえ。だが奴はおそらくあの言葉を言うために来ている。ということはあの言葉さえ聞こえなくなれば、あいつは嫌でも秘密を言ってくるに違いない。結界術で秘密の取得。成功だ。エニグマ、エアミだけは乗らんでくださいよ。解除計画判定、言霊術。このエニグマが解除していない場合は、怒り神事はエアミ乗ることができず、クライマックスフェーズが行われない。クライマックスに行けねえのはやばいな。ふむ。ライダーはやるか。言霊術近いか。やる気はないよ。クライマックスが行われなくてもいいと。使命はホラーを倒すことだから。さてと、さっきは車の用意をさせたから良くなかった。しっかり車を護衛させるやつを用意しないとな。邪道ネデクサにするぞ。成功だ。まずいな。どんどんフラグメンバーが揃っていくぜ。ただ4サイクルあるんだよな。人数が足らんからもうヒットマンでいいか。その場にいなかったけど友人とか秋広とか呼んで差し上げろ。友人はともかく秋は宝具で出さねばならない。どういうことだよ。邪道にも排水を共同する。成功。よし、共同もしたし車に乗り込むか。イカスキップだ。で、どうするライダー。エニグマ解除に行くなら登場して感情修正するか。行かない。じゃあ登場しねえや。レイちゃんでイヤー柳の秘密調べる。
シーン変わらず。綾波だよ。そんなキャラちゃう。多分そんなキャラちゃう。綾波です。レイちゃん無口すぎてロールプレイできないのでこれでいきます。あなたはファンブラないわ。私が、トンコーフ投げるから。はぁ、あ、綾波だよ。君はなんでここにいるの？それはね、私が本物の綾波レイじゃなくて、バックアップのクローン、綾波レイ、歌唱、だからよ。うん、知ってる。今特大ネタバレ食らわせた気がするけど6年前の映画だから問題はないと思うわ。せやな、本物の綾波はどうなったんだっけ？さあ、見たの6年前だったからな、中にいるんだっけ？結局はよくわかってないような。多分次の劇場版でわかるよ。再来年だっけ？劇場をチェックだ、僕は。いや僕たちはどうすればいいんだ、君は。何かこの世界について知らないかい？知ってる知ってる。知ってるの、教えて調査術。成功。綾波レイの秘密、超可愛い。あ、はい。そうっすね、オッケーです。恐竜、なるほど。これはでかいな、いや小さいか。小さいね、小さいか。何の話をしてるの、胸の話。いやでも中学生であれはむしろ大きいか。いや秘密の話だから、ただ私はマリちゃん派なんだよな。うん、それはわかる。で、これで2サイクル終了。終了ですね。次回へ続く。はい、3サイクル目ですよ。さて、誰も行かないのであるなら俺から行かねばならない。エニグマを解除しに行こう。ライダー、シーンに出てくれるか。ああ、いいぞ。熱気あふれる市場。経済力で成功すれば好きな人具を一つ獲得できる。なんだよ。結構良いシーンじゃねえか。ああ、ダメだ。よし、成功。兵糧丸を獲得しよう。この5日は体力が不安だからな。確かに。輝くコスト1枚無限のあの忍法があるから、で。鈴原を解除するか。エヴァだけには乗らんといてくださいよ。いや、俺は乗らねばならないんだ。え？ほんまでっか。ほんまでっか TV。最後の戦いに臨むためにもエヴァに乗らなくちゃならねえんだ。それでも乗らんでくださいよ。いや、俺は乗らなくちゃならねえんだ。あいつらを守るためには力が必要。だからこそ俺はエヴァにライドオン。しなきゃならねえ。判定を行う。感情修正をくれ。どうぞ。これで5だ。余裕だな。成功。エヴァに乗ってもええよ。ええんかい？エヴァにも乗れるようになったし。帰るか。キー、パン、パン、パン、グ。敵を味方につけることによって俺は最強になる。ヒットマンにねだ。成功。ヒットマンは草になった。そして排水を共同しよう。成功。排水を覚えた。よし、これで、イベントをスキップします。だからよ。止まるんじゃねえぞ。味方にしたのに撃たれてんじゃん。シーン終了。じゃあ次行くよ。シーンロー。死者たちの行進。無念の死を遂げた亡者たちが彷徨っている。登場しているキャラクターは使用術で判定。失敗したら偏重一つを受ける。またこのパターンかよ。使用術は。9は辛いな。いけるいける今日のカムイさんなら大出強いから。ほら、キリコ優勝してるし。せやな。3ですね。3倍あったら成功した。陣痛眼。おお、9で陣痛眼。俺にはそんな度胸はない。成功。おお、成功した。もったいない気もする。まあ、うまくいけばいいんだよ。冴島さん登場してくれない。は、このシーンを自ら登場してくれはありえないと思うんですけど。ああ、じゃあ出てない感じで進めていくか。登場した瞬間使用術での判定だぞ。ダージリンなら月として登場する。登場しないとなると、どうしようかな。死者たちが更新してるからそいつらに聞く。更新せよ、果ての果てまで。じゃあ、それでいいや。いや死者くんたちこんにちは。こんにちはゾンビ。冴島とかいうやつの秘密探ってきてくんない？自分で調べるのもめんどくさくなっちゃってさ。しょうがないっしょねー。ご自死者なの。そうだルール。ルールになってんじゃん。そんなことないギャンシー。従わないってんなら、俺の拳をお見舞いするから、従っといた方が得策だと思うよ。いいだろう、ならばデュエルで勝負だ。国宝術で秘密の判定。成功。まあ私死んでるから殴られても痛くないんですけどね。よほほほほほ。冴島甲賀の秘密、実はあなたは怒り神事ではない。旧約聖書に登場する世界最初のカジトバル、カインその人である。あなたは自身の作ったロンギヌスの槍がなんかでっかくなってて変なのに刺さって困惑している。なんか気持ち悪いしとりあえず取り戻しとこう。あなたの使命はロンギヌスの槍を回収することだ。じゃあね、死者君たち後はどこへでも行くといいさ。バイ。シーン終了、ラ。地面を覆う無数の瓦礫、その隙間から暗黒の正気が立ち並ぶ。このシーンの登場人物は生存術で判定を行う。失敗したら好きな生命力を一失う。成功です。じゃあはい、大丈夫です。ロンギヌスの槍の秘密を調べる。おいロン。麻雀かよ。その槍、見せてくれないか。ええよ。ええんか。ええで、存分に見。そうか。じゃあ遠慮なく、刀術でじっくりと見る。私の知識でどういうものか見させてもらおう。なるほど、刀の知識からこの槍を見るということか。
成功だ。これでロンギヌスの槍は全体公開か。はい。じゃあ4サイクル目に入ろうか。最後のサイクルだよ。どうすっかな。まあいいや、カムイの秘密でも探るか。登場する？しない？はい。あ？路地裏路地裏。路地裏でワンコか。にゃー、にゃー、にゃー、犬です。どう見ても猫、犬です。これが、出島のワンコ。そう、犬です。喋れる犬か。さすがだ。にゃー、犬です。お前だったら、カムイの秘密を調べ、奴を噛み砕いてくることもできるはず。犬です。てなわけで頑張ってきてくれ。猫です。きび団子をやろう。それで行ってきてくれ。犬です。なんだこの犬は、まるで意味がわからんぞ。兵糧術で秘密の取得。ゴリキカルだ。ゴリラになったぞ。猫です。猫だってよ。そしてカムイから秘密を奪ってきてくれる技だ。よこせ。俺は死なないけど、なんか秘密持ってかれちゃったな。この忍び神の秘密持ってかれるって概念なんだろうな。カムイの秘密、実はあなたは怒り神事ではない。だが自分が何者か思い出せない。なら、自分が怒り神事になればいい。あなたの本当の使命は本物の怒り神事がクライマックスフェーズで戦闘脱落してることだ。さてと、ヒットマン出して終わりにする予定だったからな。誰を出そう？そこにあるのは、俺専用のモビルワーカーじゃねえか。ネオ発動だ。成功。そしてモビルワーカーに装備を追加する。排水を共同。なんだよ、一ゾロじゃねえか。さすがに陣痛眼だな。成功だ。モビルワーカーも排水じゃねえか。さて、モビルワーカーも調達したし、高木も頑張ってるし。そうだ、俺たちのイベントをスキップします。シーン終了だ。じゃあカムイさん先行ってもいいですよね。別にいいけど。おっと、この出目は見たことあるぞ。隙間から生存術。略しすぎて意味わからん。ミスった、痛い。よし、団長にヒットマンを派遣しよう。傭兵術。成功。よー、パンパン、スキップします。無慈悲なスキップ。じゃあ最後の人。どうしようかな、まだ誰も調べてないアスカの秘密調べよう。経済力で人数変えるやつ。変えなかった。で、何の用、バカ神事。なんだ、呼んだ。神事が3人。来るぞ、綾波。私は怒り神事3体でオーバーレイ。何が出るんだよ。ナンバーズ、102。ホーリーライトニング、グローリアスヘイロー。シンジ君ってレベル4光属性だったの。さて、どう秘密を調べるかな。そうだ、困った時は友達に調べてもらおう。あ、いつもの。ミニッチだっけ。そ、ここでネオ使うべきだった。このサイクル使ったからもう使えない。いや、ミニッチやめよう。キャンセル、女を殴るのは趣味じゃない。だがこいつの秘密は知りたい。そういう時は後をつけて秘密を探ろう。ストーカーじゃん。ほほう。ほほう。クソサムギャグ。成功。四季波、アスカ、ラングレイの秘密。このバカ神事、彼女はクライマックスフェーズで彼女が怒り神事と思ってる人物に攻撃を仕掛ける。彼女は好きにシーンに出し、彼女に秘密を受け渡すことができる。特例で自身の秘密も受け渡せる。もちろん他人のもか。これは、もう間に合わない。別にこのシーンでやっていいよ。じゃあ、ちょっと待って。何？バカ神事、バカ神事、アホ神事、ボケ神事、三段活用。これはあれしてこうすればいいのか。よし、そんな君に渡したいものがあるんだ。何よアホ神事。怒り神事1の秘密を渡します。ありがとう、バカ神事。これ間違えたか。 GM からは公平を期すため何も言えないわ。そういうことよ、バカ神事。そもそも他二人はアスカの秘密知らんからな。大丈夫大丈夫。まあぼかしてても結果は変わんないでしょう。シーン終了。じゃ、クライマックスに入りますよ。次回へ続く。皆さんはエヴァに乗り、なんか急の最後の方にあったリリスがいたところに行きます。本当に乗るのか？二人乗りなの？三人乗り？皆さんはシンジ君なので皆がそれぞれ13号機に乗ってるに決まってるでしょう。皆さんの横にはそれぞれカオル君がいます。カオル君が増えたぞ。とうとう俺もモビルスーツに。ミカ、これがお前の見ていた景色はこんなんだったんだな。すると皆さんの脳内にとある声が響きます。エヴァにだけは乗らんでくださいよ。もう乗っちゃってるよ。皆さんはそんなに言うなら、とエヴァから降りることにしました。こんな隠密に向いてないのはいらんな。というわけで皆さんは降りました。降りるんかい。そして目の前には槍が刺さったリリス。皆さんの目的を達成するなら今でしょう。戦闘開始です。あと2号機に乗ってアスカも戦闘に参戦します。強いんだろうな、マスター。カオル君のやつって。あ、そっか、カオル君の秘密知らない人。はい。首につけられた爆弾が爆発します。 1D6 ダメージどうぞ。なんでここで5を出すかな。耐えろ耐えろ、カバイ体力から耐えろ。そういや全体公開じゃなかったね。引っかかってくれないかなってずっと思ってた。戦場は水中です。水中。なんかあそこびちゃびちゃしてなかったっけ。してたけど、すごい浅いよ。じゃあ平地です。適当。
前に入ってるのは2号機と甲賀だが、2号機は自動反撃を持っている。つまり攻撃したらネが死ぬ。スルーだ、となると、待て、やめろ、ノー、ノー。シナリオ構成的にも皆敵だろ。いや、ライドは大丈夫だ。ライドがアスカに排水、砲術だ。砲術持ってるよ。まあいい、普通に撃とう、排水、そしてオルガの忍法を発動する、ハブン。それによってライドのファンブルチは、俺のプロットと同じ身になる。的確なサポートを。俺は危険な目に遭わず、団員たちだけ戦わせる。これがオルタ化した俺の力。成功、これでファンブルチが2になった。そして排水だライドを。オルガいつか覚えていますか。一ゾロじゃねえか、ファンブルじゃねえか。ライド、何やってんだよ、ライド。情報が漏れるだから関係ない。はい、自動反撃。俺はしもべの訓練を発動する。ライドはからくり術を覚える。ライドをアプデだ。これで5で避ける。まあ成功。鉄火弾はどんな時でも前に進む。止まっちゃいけねえんだ。イケチャド、アスカに排水だ。成功だ。回避、自動反撃。邪道、だが、俺を倒したお前ならエヴァも倒せるはずだ。イケヒットマン、アスカに排水だ。成功。回避、自動反撃。ヒットマン、どんどん減っていく。負けつ、調子、うわ厄介な。成功、射程が伸びるよ。で、誰を殴るんだ。俺、アスカ好きじゃない。それが理由。かかってきなさいよバカシンジ。ツーだ。成功、笹抜き。笹抜き以前に刀術が遠いんだけど、目標値13。無理、とりあえず自動反撃どうぞ。まあ避けるよ、6だし。そしてこっちは混合を発動しておこう。AT フィールド展開。成功、1点軽減。中和したな。そこのバカ信じ2人にしぐれ。ライドには撃たないのか。そいつは信じじゃない。なるほどな。成功。砲術は持ってるんだ。まあ避けるな。避けるんだよね。モビルワーカーは、このターンはステイだ。あ、また読めなかった。そして俺のターンだ。接近戦攻撃、砲術だ。うおー。成功、地味に遠い、8。いけた。そしてすげえ読み間違いに気づいた。何やったんだよ、アスカの秘密でやってしまった。そんなん言われても俺は知らんからな。アスカの秘密知らんし、これが動画化しないことを願いたい。多分するんじゃねえかな。するしないは気分次第なので、エヴァ最終章公開あたりでするんじゃない。遠いわ、コメントに困るわ。まあいい、やることやろう。連機失敗。次のターン。なんてことだ、俺の鉄火弾が壊滅状態じゃねえか。そこ二人にしぐれ。成功。避けた。より、砲術機械からもう攻撃当たらん。逆にこっちも攻撃砲術しかないんだがな。知ってるか、調子ってクリの間合いも伸びるんだよ。カムイに劣化演奏、クリティカルヒット。クリティカルヒット、やばいですね。老老眼食っても4点で死ぬから、お疲れ。グッバイカムイ。何もできなかった。爆弾が痛かったな。いいんだよ、読み間違えて戦闘では何もできず負ける。実に俺らしいじゃないか。自分で言ってて悲しくならない。なるよ、俺もうすげえ泣きそうなんだけど。まあでも私もさっき同じ気持ちだったから。そう、三千対戦世界範囲攻撃ギャーですよ。それは違うだろ、戦法が読まれきっても自分のやりたいことやってるだけだろ。死んでも戦場がめちゃくちゃにしたかった。話戻してモビルワーカー。いけ、モビルワーカー、体当たりだ。潜伏術での接近戦攻撃。成功だ。避けたよ。自動反撃。モビルワーカー生き残ったじゃねえか。ライド、排水だ。ライド、成功だ。避けた。さすがライドだ。自動反撃は避けたぞ。そして俺はパスだ。届かねえ。負けつ、中華。おう。スペシャル、1点回復、踏む、2だ。11。ダイス強ない。こいつ基本強いから、我が宅で1、2を争うダイス運の良さ、そして笹抜きだ。成功。あ、魚見したから、とりあえず混合。スペシャル、1点回復、そして2点食らう。お返しよ、しぐれ。成功。回避じゃねえか、寄せたぞ。魚見してるから俺らの攻撃は避けられねえだろ。接近戦攻撃。成功だ。自動反撃。上じゃねえか、さあ行け、モビルワーカー。成功、そして自動反撃を避けるんだ。避けた、やはりお前は団長専用機だ。行けライド、オルガいつか覚えてますか、アタックだ。なんてでね、出してやがる。いいだ。成功、笹抜き。スペシャル、4、中華が乗ってこ。食らったら死ぬやん。
A アスカはやられましたが、戦闘続行の意思は、ない、ロンギヌスの槍を引き抜きます。ロンギヌスの槍を引き抜いたので宇多田ヒカルの歌が流れ始めます。いやまあエンディングだけども。槍を引き抜いた後どうなるかは、劇場版をチェックだ。姑息な宣伝を。で、エンディング何かやりたいことあるならどうぞ。この槍は持ち帰らせてもらうぞ。ミカ、なんか俺、夢を見てたんだ。なんかモビルスーツみたいなの見れたんだぜ。どうだ、すげえだろ。ミカ。オルガ。死んでるじゃねえか。カムイはボロ雑巾になったところを部下に回収されました。はい、お疲れ。ご視聴ありがとうございました。そして明けましておめでとうございます。これにて本シリーズは終了になります。2019年も変わらずコメントコーナー行きます。本シリーズを作るにあたってお借りしたたくさんの素材元様、最後まで見てくださった視聴者の皆様、誠にありがとうございました。今年もよろしくお願いします。